なんかこう髪型変えてきましたね、森久保選手。上里選手、強いんですね、楽しみにしております。ダダ選手、王鵬爆笑、爆笑しないでくださいよ、かわいそうに、うまいんですから、ね、相良選手もね、安定してきましたね。太郎選手、福井選手、暑かったんでしょうけど、多分タイミング合わなかったと思います。パーフェクトはそのタイミング的に今見せれるベストの試合、はい、誰が面白いですか。天上選手ですね。おー、なんか久保選手もツンツンしてきましたね、髪。やっぱツンツンしてくるんでしょうね、強くなってきたら。ツンツンさせたい。小沼選手といえば特徴的なのがこの左手の、セットアップでの左手の場所ですね、かなり高いところに持ってきて、まあ、その後の納得ポーズみたいなね、よしよしみたいな、それも特徴ですよね。さあここでバンエティ、選手も千野選手と似たような腕の使い方してますね。森久保選手まじまじと見たことはないんですけどね、少しシュート系のこう腕の使い方してますよね。使い方っていうのは腕がまっすぐ伸びやすいのかなってちょっと思うんですけどね。まあ、森久保選手といえばこう小気味のいいダーツが身上ですよね。リズムがすごくいい。森久保選手の飛びは本当に綺麗ですよ。もう一直線のもう糸を引いたような飛びですね、はい、シュート系っていうのはですね、よく見てもらって分かると思いますけど、腕をですね、いいか悪いか分かんないです、こうまっすぐというよりは腕をですね右ひねりさせるんですよね。千野選手とよく似てますよね、はい、腕の使い方がフォローするのところですよね。これがいいのか悪いのかわからないんですけど、やっぱシュート系っていうのはその腕がまっすぐ伸びやすいのかと思いますけどね。見て今サント見て分かったと思いますけど、はい、シュート系というか肘がこう内側じゃなくて外側に向けるんですよね。さあ小沼選手も、小沼選手のフォロースルーも素晴らしいですよね。まっすぐですよね。まっすぐこう一気に
まっすぐ爆発させるって感じですね。さあオーバーカット、ナイスタッツ。そうですね、手のひらを外に向けて、向けた感じ、外っていうんですかね、右にひねって。八千選手とフォローの使い方似てますよ、森久保選手。でも森久保選手の素晴らしいのはやっぱり指の形まで一定ですよね。あのもちろんあの小沼選手もそうですよ、はい、指の形までいって、これがやっぱり理想だと思うんですよね。シュート系で外向きに出す指の形もほぼ同じ。小沼選手も指の形がほぼ同じですよね。まあ押し出す感じのねダーツで、小沼選手も強い選手の一人、パーフェクトの中堅です。お互い先行のゲームをキープ。はい、どうも TV こんにちは、久しぶりです。今 YouTube ライブ、ライブのちょっとチャットを見てますけどね。まあ、森久保選手、浅田選手の腕の使い方を見るとこうシュート系の使い方っていうのはやはりこう腕がまっすぐ伸びやすいんでしょうね。本人が意識しているかどうか分かんないんですけどね。小沼選手って空手をやってたんですね。あ、なんか分かります。なんかあの言われてみればですね、本当にこう空手のこう正拳突きみたいな投げ方ですよね。で多分左手は多分ガードなんですかね、あれね、ガードの意味でガードしてるんですね、あれね、ちゃんと空手家なんですね。なんか空手の突きって感じですよね。でも本当綺麗ですね、フォローする。いやフォローする大事ですね。さあ森久保選手ちょっとずつ押されてきたんじゃないですか。さあオーバーカットまで行きたい、ナイスオーバーカット。さあオーバーまでですね、オープンオーバー。この2幕はいただけないですね。ここで森久、あ、小沼選手、オーバーからのもう1本ですね。オーバーまで。さあオーバーか、セブンマークでここでまだしかし分かんないですね、この展開は。小沼選手グルーピング力いいですんでね。やはり1投目大事ですね、センターより下、
につけることが大事ですね。やはりトッププロ、そこまでのコントロール欲しいですね。きっちり漏れなし先行のゲームをキープですね。さあ小沼選手が先行の0-1ゲームスタート。まあ、この2人綺麗で見てて楽しいって書き込みありますけど、本当にそうですよね。本当にフォロースルー綺麗になりますよね。フォロースルーは綺麗です。本当に同じ腕の動きですもんね。そしてモルコ選手、本当に小気味ですね、森久保選手の。そう、ここで痛恨のロースコアですね。これはいただけない。さあ140でロースコアの隙をついてきました。ここはアンラッキーですね。ちょっと弾かれて、1の方に流れてしまいましたね。ここで140ダメ押しですね。大きく削らないと僕は厳しい。さあ森久保選手はどこから行くのか。20チョイス、そしてもう一本からのアレンジですね。ザニアレンジ、相手が上がり目がないので。さあ140、さあここでいい数字を残してきました。さあ残2ですね。さあ1投できっちり決めておきました森久保選手、3回戦進出です。少しね、小沼選手の失速ですね、中盤の失速がもったいなかったですね。この501はきっちりキープをしたかったところですね。森久保選手が安定したダーツで3回戦進出です。